佐藤大輔です。経営学部、経営学科、所属です。専門は経営管理で、講義では経営管理という講義を担当しています。経営学のこうど真ん中みたいな科目のところで、まあ、こう人をこうどう動かしていくのかとか、まあ、その結果企業がこう利益を上げていくためにはこうどうしたらいいのかとか、あとやっぱり組織とかマーケティングですね、まあ、そういうことについてまあ研究もしているし、まあ、授業でもそういうことをテーマに扱っています。ビジネスっていうとお金のところがこう注目されがちなんですけれども、ビジネスを成功させるために今必要なことって、安くていい品を作っていくっていうことよりも、今まで見たことない画期的で魅力的なものを作り出していくってい う, こう知識とかアイデアの部分が実はすごく重要で、経営学ってまさにそこをどうやったら生み出すことができるかっていう学問なんだって言えると思うんですね。まあ、それが経営学の面白みというか、他にない他の学問にない特徴なのかなっていうふうには思います。うちの研究室に入った子たちは、僕の顔を何回か見るか見ないかのうちに、いきなり企業の交流会とか経営者と話すとか、どんどん外に行くようなことをすごくやってます。その方が楽しいと思うんですよね。外に出て経営者とか社長さんとこう会って話したりすることって、普通なかなか経験できないと思うんですよね。だけど学生って特別扱いで、意外と経営者の人でも学生だったら会ってやるっていう人結構多いんですよね。学生のうちにそういう経験をこうたくさん積んでおくっていうことがいいと思うし、まあそれはね、もしかしたら社会に出たり就職活動したりするときに直接役に立つっていう部分もあるわけだから、やってそうはないかなっていうふうに思うんですよね。いきなりバーベキューから始まったので、ゼミはでバーベキューやって、合宿は春と夏必ずやるみたいな、同じ釜の飯を食う経験ってすごく大事な気がするんですよね。そう思ってるので、やりたいからなんですけどね、バーベキューやったりとか、バーベキューばっかりだな一番やっぱり自分の研究室がいいかなって思います。学生と直接話をして、その人の問題に対して答えを作っていくみたいなことを一緒にやっていくのってすごくエキサイティングで、だからその臨機応変にいろんなことを生み出していくっていう経験ができるのがこの場所だったりするんですよね。研究室は、私もそうなんだけど、卒業生もよく帰ってきてくれて、やっぱ学生にとってもこの研究室が一番思い出に残ってるっていう人がこう多くって、ゼミ室とか教室よりは研究室の方が僕も学生も思い出があるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、お気に入りといえばそういう意味では研究室になるかもしれないです。難しいかもしれないけど、学問の話もちゃんと考えた方がいい。例えば経営学、私やってるんですけど、経済学と経営学混ぜてる人めっちゃ多いんですよね。で、実は世の中にはそういう学問のことを噛み砕いて高校生向けに紹介してくれるような動画とかイベントって実はたくさんあったりするので、まあ、本もそうですよね、書籍とか。それをよく知っていくと、多分ね、受験勉強の意味が出てくるから、勉強も苦じゃなくなると思うんですよね。なんかやりたいことのために頑張ってるんだと思うと、やっぱ身の入り方違うような気がするんですよね。学問は、大学では特にそうなんだけど、思った以上に面白いんですよね。自分が成長する感覚とか実感できるので、だからどの学問で成長できるかっていうことを選ぶんだっていう観点で見ると、真剣にね、選んだ方がいいんじゃないかなと思うので、ぜひ情報収集はした方がいいんじゃないかなというふうには思います。